ジョン・ハンターは、イギリスの解剖学者、下界である。実験医学の父、近代外科学の階祖と呼ばれ、近代医学の発展に貢献した。その一方、解剖教室で使用する死体を非合法な手段も、自殺に調達する、裏の顔を持ち、レスタースクウェアの家は、ジキル博士とハイド氏の邸宅のモデルになった。1728年2月13日、 スコットランドのグラスゴー郊外、イースとキルブライドの農村に、ハンターや10番目の子供として生まれた。父ジョンはこの時65歳、母アンポールは43歳で、父はすでに高齢だったこともあり、ジョンの誕生を喜ばなかった。若い頃は、学校での勉強に、あまり興味を持たず、特に読み書きを嫌い、屋外で、虫や動物を追いかけることを好んだ。後ロンドンで、医師、 解剖学者として成功を収めていた10歳年長の時計、ウィリアム・ハンターの下で助手として働く。ジョンは兄ウィリアムが開いていた解剖講座に使用する新鮮な死体を集めるため、調達に伴う裏の部分を一手に引き受ける。解剖講座の助手も務めるようになり、講義の弁は兄より劣ったが、持ち前の手先の器用さで標本作成や、 解剖の実践では兄を凌駕するようになる。弟ジョンの医師としての才能を確信した兄は、大病院に勤める優秀な外科医たち、はじめは、ウィリアム・チェゼルデン、チェゼルデンなきとは、パーシバルポットに指示させた。1761年に、兄の元を離れ、7年戦争に、外科医として従軍。帰国後、司会、ジェームズ・スペンスと協業支派の治療と研究に従事し、成果を、 ヤンファン・リム大工による差し絵付きの論文、一場の博物学及び端っかの報告として発表した。これにより医学界で知名度を上げた。ジョンは人体のみならず、多数の動物実験や動物標本の作成を行い、博物学者、ジョン・エリスの依頼によりオーサイレンの解剖を実施。ジョンの報告論文は、エリスの論文に付して、1766年に、 王立協会に提出。解剖学と博物学の分野で評価され、翌年1767年に、兄ウィリアムに3ヶ月先んじてジョンは、王立協会の会員となった。兄とはジョンが作成した標本の所有をめぐって、かいとなり、一時和解するが、やがて1780年に、王立協会で対立し完全に他元は勝つことになる。1768年には、 兄の影響力もあって、成城寺病院の常勤外科医となり、1772年は自宅に解剖講座を開いた。1776年には世界初の人工受精を成功させる。ジョンが1793年10月16日に、狂心症で死亡すると、遺言に従って、弟子や学生の前で遺体の検視解剖が行われた。遺体は、 セントマーティンズ教会の地下の骨堂に安置され、1879年、ウェストミンスター寺院に改装された。新しい他には、王立外科医師会によって、科学的外科の創始者という名分が贈られた。彼のコレクションは、レスタースクエアの彼の住居の別棟に、博物館として一般に公開されており、死後は、博物館を国に売るように遺言されていた。 しかし退伏大同盟により、フランスとの戦争を行っていた、当時のショーピット政権には、金銭的な余裕がなく、1799年になって、ようやく政府に購入された。コレクションの目録は、彼の未発表論文を投用した議定エバラード、ホームによって破棄されてしまうが、最後の弟子ウィリアム・クリフトが学芸員となって、コレクションを整理し、王立外科医師会の、 ハンテリアン博物館として現存している。兄、ウィリアムのコレクションも遺言により、母校グラスゴー大学に寄贈され、ハンテリアン博物館として現存している。医師としてのジョンは、内科医による射血や肝腸水銀治療といった、急閉な治療を否定し、外科医としても安易に手術を行うことに慎重であり、症例によっては自然治癒に任せた。教師としては、 観察し、比較し、推論することを学生に要求した。ジョンは当時の医学界では異端であったが、正常寺病院と解剖講座の多くの弟子が彼の考え方を世界に広げた。標本の収集家としても有名であり、世界中から1万4000点もの標本を集めた。中には非合法な手段を問わず、集めたものも多く、珍住どころか、 特徴的な人間を見つけると葬儀業者に金を掴ませて死体を手に入れたという。これは当時の法律に照らしても犯罪であり、コレクションのためなら手段を選ばない人物だった。レスタースクエアの家には表通りと裏通りに面した出入り口があり、表は妻の社交界の友人や患者が出入りし、裏は解剖教室の学生の出入りや死体の搬入。 搬出のための玄関であった。エドワード・ジェンナーとは指定関係にあり、ジェンナーは1770年に成城寺病院の実習生から住み込みの弟子となり、ジョンの友人であったジョセフ・バンクスの南太平洋公会における現地での採集、収集品の整理にジェンナーが派遣されている。臨病の感染の実証研究のために自らを臨病に感染させた。 その他数々の学術的探求心による気候が伝わる。チャールズ・バーンという身長が249センチにも、なる巨人症の人物を標本にするために、いつ死ぬか、人を雇って見張らせていたという逸話がある。バーンは見張られていることに気づき、標本にされないように顔桶におもりをつけて、海に沈めてくれと友人たちに遺言,言した。しかし、 ジョンは遺体を海に沈めるために運んでいる途中に、葬儀業者に賄賂を渡して、遺体を盗み出すという暴挙を行った。ジョンは盗み出した遺体を、バーンのために用意していた特大の鍋で煮込んで、骨格標本に加工した。チャールズ・バーンの標本は、ジョン・ハンターの死後に、ハーベイ・ウィリアムス・クッシングのとに渡り、農家水体の研究に用いられた。ハンターは、ハーバーとジョージ・ウェルズの モロウ博士の島に名前だけ登場しており、モロウ博士の獣を人間型にする改造手術の原理説明に彼の形成手術の話がモロウ自身の口から出てくる。他にこれをほぼそのまま引用した江戸川乱歩の古島の鬼でもハンターの名前が出てくる。ジョン・ハンター・ブリティッシュ・セルジン・ニンスイクロープディア、ブリタニカ、ムーア、ピアニッシモ、39から40、ムーア、 ピアニッシも40から41現在の昇級詩という分類はこの論文による。なおその標本はジョシュアレノルズによるハンターの肖像画の右後方に描かれている。H.G. ウェルズ、モロー博士の島、中村トル役、東京草原社、2007年。ISBN 44億8860万7071。P107。ありがとうございます。